はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。マーメイルメガロアビスです。さあ本日なんですが、ソロモード魔改造計画、マーメイルというデッキ皆さんご存知でしょうか。まあ、あの海洋とか翡翠とかと合わせて結構回されてる方は結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、マーメイルというね、デッキというかテーマソロモードに実装されておりましてですね、マーメイルたちめちゃくちゃ多いんですけども、強いところ結構限られておりましてですね、まあちょっと今回はこの強いところのみをねちょっと採用した、まあほぼマーメイルじゃなくなったけど魔改造しすぎてマーメイルももはやこいつくらいしかいないみたいな話あるんですけど、まあギリマーメイルデッキと俺は言ってる、止水海洋、マーメイルクシャトリラデッキ、これ分回していきたいなというふうに思います。今ソロモードをね魔改造してなんか強くするみたいなことをねチャンネルでやってましてね、まあどういうギミックと相性がいいかっていうと、マーメイルって、まず海洋ギミックとめちゃくちゃ相性がいいですね。手札を捨てるというギミックがありまして、手札を捨てるギミックとこの竜気体っていうモンスターの効果がすごい噛み合いが非常にいいので、まあこれを捨てて展開していけるというところで、まあ非常に相性がいいのと、あとね手札を捨てるギミックまだねマスターデール追加されてまして、これ何かっていうと、このねタイダルっていうね精霊モンスターこれ帰ってきてるんですよ、実は3枚も。でこのストリーブっていう、モンスターがこれ水属性モンスターぶん投げてタイダル出してくれるんですけど、これとも相性がいいんですね。でさらに翡翠、まあ、エジルランサーこれもこれで捨てて特殊ができるんで、これも相性がいいということで、まあこのストリーム、エジルラン、まあマーメイル、このあたり全部と相性がいいです。はい、ということで相性がいいカードをこの辺全部合体させたのと、あとねレベル7なんですね。メガロアビスとかが、あとタイダルが、これレベル7というところのシナジーで言うと、まあ、当たり前に相性がいいんですね、クシャトリラー消火器使わずにね、レベル7が供給できるんで、まあ、めっちゃ相性がいいと。でレベル7、2体並ぶという話した場合、皆さん何を思い浮かべますかって話なんですよね。まあそういうこと。はい、早速、この最強デッキ、僕が考えた最強デッキ、ソロモード魔改造型翡翠海洋マーメイルクシャトリラートマホークラドンデッキ、分回していきたいと思います。やっていきましょう。デッキ目長すぎデュエル3枚。あーなるほど、まあ、一応抹殺は引けてんのはまあまあ強いけどな、これ一旦ちょっとストリームでうらら打ってほしいな。ストリームの効果発動します。海洋の竜気体をコストにして、これ、ね、コスト強いよね、この海洋の竜気体をコストにして、この清流が、あーオッケ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 ー、よし打たせることに成功した、うららを打たせることに成功していく。まあ、抹殺はちょっと一応 G とかあるかもしれないから取っといて、でまあ、体勢にそんなに影響はないんでね、ここそんなには。これはですねムーラングレイス先出しになるはずなので、ムーラングレイス持ってきて、で D は召喚、ここにねもう一発無限保養とか言われるとちょっときつい、さすがに。あ OK 取った、よし。でネプトアビスで、ネプトアビス効果起動で、ネプトで竜気体送って竜気体を回収、よし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 、今のところなかなかいいムーブだぞ。そして竜気体の効果を起動、竜気体の効果によってメガロアビスを持ってきて、で一旦ちょっとねムーラングレイスのねそのデメリット効果がかなり重くて、そのフィールドから離れちゃうとなんかバトルフェーズスキップされるって効果あるんですよ。これ出しながら2枚ハンデスしてレベル操作します、パズロミオで。なんでかっていうとエクシーズ召喚の素材にしたいんですよね、このモンスターを。はい、ということでパズロミオでレベル7に宣言して、ムーラングレイズか、ムーラングレイズか、そもそもレベル7だったらめっちゃ強かったんだけどね。であ残機だ、なるほど。でメガロアビスの効果、海洋の竜気体とディーバーを直って特殊召喚。さあこれ相手あと手札2枚ですからね、あと手札2枚です。はい、さあこの2枚を華麗に処理していきましょう。まあ、とりあえず次の初動のディーバーを持ってきておいて、そしてレベル7のモンスターに当てオーバーレイエクシーズ召喚いや結局お前かーいっつってね、そうなんですよ。なんかね結局ね、なんか俺いろいろ調べたり、いろいろね展開ルートをなんか勉強したり自分で考えたりいろいろした結果、結局何すんのが一番魔改造して強かったかっていうと、これすんのがいっちゃって、レベル7、2体でこれ、うん、これがいっちゃってです。はい、でスターシップギャラクシートマホークとパズロミノで、エルフを出して、はい、
で、機械族モンスター3体で、ロラトン出すと。これマジで、ね、本当これが一番強い。で、ラドン効果。結局、バリアドンじゃねえ。バリアドンじゃねえや。結局、トマラドンじゃねえかみたいな話はあるんですけどね。で、ラドンの効果を発動するぜ。さあ、ラドンちゃんと、まあ、これちなみにここもね、対象体制、対象体制付与してるんでね。で、こうして、で、一旦アクセルシンクロンを出しに行きます。オライオンとトークン。2体でアクセル。で、アクセルの、オライオンの効果が発動され、そして、アクセルの効果が発動。レベルをちょっと、3個ほど下げさせてもらいまして、レベルを2にしていきましょう。で、レベル6のトークンにレベル2のアクセルシンクロンをチューニング。シンクロ召喚。現れよ。アクセルシンクロ、スターストロンの効果発動。自分の推しから、チューナーレベル2以下を特殊召喚。まあ、なんでもいいんだけどね。そして、ドラゴン族シチューナーモンスターと、チューナーモンスター一体でシンクロ召喚。現れよ。ビーステッド、デスパデル。ポイーン。そして、恐るべき、レボリューションシンクロンの効果を発動。レボリューションシンクロンによってカードを1枚墓地を送ってレボリューションシンクロンを特殊召喚レベル1。そして、レベル3のトークンにレベル1の、レボリューションシンクロンをチューニング。シンクロ召喚現れよ。ルイキューピット、ルイキューピットのシンクロ召喚成功時の効果を発動。シンクロ召喚成功によってレベルを1個上げ、そしてレベル3のトークンにレベル5のルイキューピットをチューニング。シンクロ召喚現れよ。サイフレームロードオメガ。あとはわかるな。もうみんなあとはわかるな。ネメシスコリドを持ってきて、そしてネメシスコリド、あるか、除外しなきゃいけないのか。サイクレームロードオメガの効果を発動し、相手の手札を全て吹き飛ばしていく。お、パラレルシード。強いじゃないか、相手。そしてディスパテルの効果を起動。ディスパテルによってさらに、特殊召喚し、ほい。そして、さらに、サイクレームロードオメガの効果で、相手の手札を全てゲームから除外していく。うわ、最強。これちなみにデッキトップサーキュラー引かれても、サーキュラーをディスパテルで無効にすれば問題ないということですね。まあ、一応蘇生しておきましょう。暇なんで蘇生しといて、これシチューナーの方がいいかな、あんま分かんないけど、シチューナーの方がなんか融通きそうなので、こうしといて、で、カードいきます。セットタシロワ、さあかかってこいよ。手札1枚で何ができる。あ、答えてみろ。あ、はい。よし。はい、最強デッキ。はい、魔改造成功。あー、なるほど、悪くはないハンドだな。とりあえず無世界パライゾス発動するぜ。無世界パライゾス発動 する瞬間、一体お前何デッキだよとなるよな。おほほほほほほ。なるほど、なるほどね。無世界パライゾスにうらら打つ人間ね。なるほど。これ結構小説あるよね。これどこに打てばいいのか。俺はあんまパライゾスにはあんま打たないけど、うららだけしか持ってない時って打った方がいいのかな。なんかエクストラ抜かれたくないデッキやったら打った方がいいね。なんかね、あのユニコーン出てきちゃうからね。で、なんか相手誘発なさそうなんで、これ展開できそうですね。いきましょう。パライゾスでうらら踏んだのでけー。あまりにでけー。で、ギュミルちゃん出しに行って、おじゃー。で、深海のディーバを攻撃強で召喚して、ディーバの効果を発動。さあ、ディーバによって、ネプト出してくるぞ。久しぶりにネプトアビス出してんな。めちゃくちゃ久しぶりだ、これ、このモンスター使ってんの。で、海洋の流気体送って、海洋の流気体持ってくると。で、効果起動しまして、ですね、ムーラングレイス持ってみましょう。これちょっとそんなに強くねえな。水属性モンスターもう一体いたらね、アビスとか出しに行ったりとか、そういうのは一応できるんですけど、ちょっと残念ながら今回水属性足りませんでしたので、スプライトエルフ出しまして、で、ムーラングレイスちゃん出して、はい、でムーラングレイスちゃんの効果発動して、アイテム手札を2ハンデスする。おい、抹殺。パービアス。あ、相手もクシャトリラだね、これね。相手もクシャトリラ。まあ、クシャトリラだったらパービアス打つか。確かに。パービアスはね、パライゾスに打つか。で、一応スプライトエルフ出して、
はい、いやーこれムーラングレイスのなバトルフェイススキップ効果あるんですけど、まあしょうがないか、バロネスさすがに出しといた方がいいと思うんだよね。これムーラングレイスがフィールドから墓地を送られた時に強制効果というか、まあデメリット効果なんですよ。バトルフェイル次のスキップされちゃうっていう非常にね、あの重い制約が一応かかっちゃうんですけども、まあ、バロネスエジルいたらなんだなんだろう多分で GRC、まあ、ちょっとムーラングレイスのデメリット効果が痛いんですが、まあ、一応ギュミルバロネスで、まあ、実質3半ですみたいな、ことはできました。はい、さあ頑張りましょう。バトルフェイズスキップされますが、スタンバイ G は持っていいですね。さあスタンバイ G 打ちまして、通りましたと、まあ、クショトリラー相手はもうスタンバイ G 安定なんでこれスタンバイ G する環境ではあんま今どうなんだろう分かんないけど、ないのかな。相手クショトリラーと分かってんだからね。あーはいはいはい、ユニコーンね、いいよユニコーン OK っす、ユニコーンは OK っす。まあ、ちょっと対象取れないの割とめんどくさいんじゃないかなっていう気はするけども、ユニコーンバロネス無効にしてユニコーンの効果、これは何無効にしちゃえばもうあと手が2枚でしょ。多分動けないんじゃねえか、さすがに動けないんじゃないか疑惑まだある。まだあったらじゃ泣いちゃう俺。バースユニコーン蘇生みたいなはい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 、危なかった。水属性な展開するのにめちゃくちゃ手札いるんだよね。なんかエクシーズ軸だと結構ポンポン手札から出てくる。やば、キラーポテト出てきた。サムタゲられた怪獣の眠り、やばい最強ムーブしてるやばい、大撃怪獣サンダーザキングと多次元怪獣ラディア出てきた。やばい、キラーポテトからの自爆囚人グランドキーパー、やばい、なんかやばい動きしてる、激ヤバムーブしてるじゃん。自爆囚人ラインウォーカー、いやーなんかすやばい、宇宙が巻き起ころうとしてる。なんだそのキラーポテト妨げられた怪獣の眠りの最強コンボ、僕が考えた最強デッキやめろ。やばい、もう本番やばい。ジオグリフォンは自分の墓地からあれですね、自分の墓地からなんか自爆モンスターを特徴ありますね。なんでも、なるほど、これ異界共鳴シンクロフュージョン73で打たないんだ。異界共鳴シンクロフュージョンの効果81で打つ、なるほどね、81で打つスタイル、へえ。パワーツール、ブレイバードラゴン、なるほど。それさ、シンクロ召喚じゃないけど効果発動できんの。あ、特殊召喚に成功した場合なんだ、へえ。ちゃんお前、あ、偉いね、なるほど、君偉いじゃん、なかなか。これね、シンクロ召喚扱いじゃないんですよ、異界共鳴シンクロフュージョンって。だからそのシンクロ召喚に成功した場合のなんか発動するみたいな効果はちょっとあんま、あーなんだろう、相性悪いというか、異界共鳴シンクロフュージョンとはね。やばい、共闘ウォーターフロント察知点じゃん、やばい、なんかよからぬことを企んでる気がするわ。我よからぬことを企むものなりのパターンだこれ、やばい、ちょっと待って赤き竜シンクロランブルか、なるほど。これ何が起きるんですか、何起きですか、京都ウォーターフロント、はい、これ画面シールどうやって出すの、え、あー召喚条件か、なるほど、怪獣いるもんな俺の場に、やばい、宇宙最強ムーブしてる、ちょっと待って宇宙最強ムーブしてるって、おわ、ちょっと待ってくれ、グランドキーパーと、ジオクラーケンでなんか謎のシャレルが出てきたぞ、もう謎のイケメン騎士出てきた、赤き竜効果、シャレル対象レベル9、誰レベル9、ドラゴン族シンクロ、何、あーアビスか、なるほど、アビス、やばい、あーそういうことか、これであれか、サンダーザキング破壊するってこと、レアコールドアーマー、何それ、なんだよその謎フィールド、あー装備魔法カード、そのストイアホからないんやねん、ソイモンスターが存在するから相手モンスター、ソイモンスター以外のモンスター攻撃できない、画面 CL 攻撃できないってこと、マジ画面 CL 攻撃できないってことマジ、ちょっと待ってくれよ。ひすいてエジルラーメンさんの効果を発動するぜ。エジルラーメンさんの効果によって爆生竜タイダルを墓地送って自身を特殊召喚するぜ。だれ
なんだこの最強ガミシエル親衛隊。史上最強ガミシエル親衛隊すぎるだろ。ちょっと待ってくれ。なんとかしてガミシエルを投げる方法は ねえのか。まあ、謎の意味わからんレアメタルゴールドアーマーとかいう意味不明な装備法によってガミシエルに攻撃することは許されないらしい俺は。何それ。特殊召喚したいんですけど何かあります。あ、いや一応許されるんですね。一応許されるんですね。これ許されるんですね。タイダル君特殊召喚したいんですけど、これオライオン召喚してなんかレベル9シンクロしたらなんかワンチャンなんか起きないかな。うわ何も起きねえ。さあ冷静に考えてさ、俺ガメシエルにしょられすぎじゃね。こんなに遊戯王やっててガメシエルにしょられることある。